ら佐賀先生がホームページ作ってくれたけど見た人出ない見てろ見てねえよやってくれよマジかやってさはいこちらではい当て身入れに前に出ますてか当て入れた手台の肘を落としながらこっち回り込むんだよぐるっと回るのが最初に一歩出て足が出た逆の足の手と一緒の方の足をぐるっと後ろに回しながら手を崩して手を上げるはい、しながら手と一緒の足を後ろにぐるんと回す。逆半身で片手取り、はい、前の足を一歩相手の前の足の横一歩踏み出します持たれてると押したり引いたりしなくてそのままの位置で体を寄せていきながら相手と反対の相手と同じ方最初は逆をこう向けたりとか両手出して前をボンボンと他からグルッと相手についてこさせる前来たらここで切り返してここで手を押して投げるかウケの人はギュッと握ってやっていいからなかなか最初はこの手が外れちゃうから特に汗かいてるから汗って外れちゃうしっかり持ってもらって一歩前へ出ます押したり引いたりしないようにここでこっち向いても逆向く一気にグッと体を転換させる。はい、ここでぐーっと入る。はい、でここで切り返しながら。呼吸投げか。いつも言うんだけど、はい、稽古だから言ってこうやって入って出しちゃうな、みんなどうしても。で、小町が脇しまっとったら脇しまっとでもこういう状態になっちゃう。小町の体勢が完全に良くなっちゃう。こういうのが一番ダメ。相手が取りに来るって分かったら、ずっとこれ
持たせる、脇締め、相手の脇が開くような状態で取らせる、手は開いとるよ、指の太ももを入る、ここから入る、表は入る、はい、四方投げいくよ、ここで取らせる、はい、手は前を出る、はい、裏はこの状態でずーっと、はい、こっち向く、こと、はい、相手ついてくる、流れてくる、はい、後ろ向きに回るのが裏、待ってるんじゃないよ、自分から動いていく、はい、はい、気持ちの基本、片手取って底投げ、はーい、言ってこれ取って持たしたらあかんよ、自分の脇が締まっとる状態で持たす、はい、まだこれ手が指がハーッとなっちゃった、パッと開いた状態で指伸ばして、こっから始まる、いいか、はい、取られちゃいましただと何もできなくなっちゃうから、いいか、必ずパッと開いてる状態、これでもう攻めとる、そのぐらいのつもりで、はい、今度はこっから、はい、手ほどきするよ、はい、親指を自分のへその方へぐるっと回しながら、手を引きながら、はい、体を一気にさせる、はい、この状態、こちらの手を添える、はい、よく締めました、はい、背中、はい、お願いし、かだからこういう状態からこうだよ、では相手の親指と人差し指の間へ持ってきて、はい、手刀当てながら、はい、指に入れから手取って背中合わせ、あとは一緒だよ、いつもと一緒、突きでも一緒、正面打ちでも一緒、もう取られる前だ、よし、はい、はい、片手取りで、はい、よし、はい、さ、
帰り。これに、これにはこれ最初。全部4時間も無理でしょこれ。で刀をさて下で持ってくときだけに自分の足に当たったり畳に当たらないに切っ先キュッと。